Seikin Music Heart Seikin TV Oh yeah。はい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 、おー、あ、荷物が届いてるね。あ、ほんとだ。ベッドがあって、こっちが、おい、すごいね。うわー、ちょっとすごいね。あ、テレビ2つあるんだ。おー、景色やばいな、これ。おー、すごいね。やばい、景色が良すぎるな、これ。これはすごいよ。いや、バカンスだな。バカンスの方ですか。あ、そうですか。ちょっとかなり眩しそうですけど、大丈夫でしょうかね。はい、ベランダで日差しを浴びながらくつろぐことができます。で、こう行くと、こう景色が、最高の景色があって、で、こう降りてくると、バカンスの方ですね。はい。いやー、それにしてもね、こっちの方に泊まったことがなかったので、また違った景色が楽しめますね。うん、これはまたいいね。これ見ていただくと分かるんですけど、ビーチからはちょっと距離があるんですよ。この辺なんか下にテニスコートとかあるもんね。この辺りね、これテニスコートでしょ。で、この道をこう歩いていくと、まあ、ビーチにたどり着けるっていうことなんですけど、まあ、時間で言うと、大体歩いて15分ぐらいっていうことなんで、皆さん泊まられてる方は皆さん歩いていくそうですね。確かにみんな水着で歩いてたもんな。開放的ですよね、ハワイならではの。あそこずっと水着で行っちゃうっていう。だから、あと僕らがいつも行ってるビーチで行くと、もっとずっと左の方なんだよね、あっちの方。いわゆる超定番のワイキキビーチ。あれ、ピンクの建物はロイヤルハワイアンだね。ちょっとね、このカメラさすがに映んないかもしれないですけど、あっちの方だと結構人が泳いでますね。あと、あれ、サーファーかな、サーファーがいます。こっちの方がより人は少ない感じがしますね。夕日が綺麗だな。ということで、無事ホテルに着いたんですけれども、ホテルに入ったらこれをいただいて、キビキンはこれですね、亀の。ハワイといえばこれって、あのね、ママが言ってた。で、これをポンちゃんがもらいましたね。はい、可愛らしいです。で、今回のホテルがですね、リッツカートンです。ご覧の通りなんですけど、コンドミニアムタイプですね。今までは老舗のね、モアナサーフライダー行ってたんですけども、今年はちょっと変えてみようということで、リッツカールト、本当にマンションみたいな感じで、ちゃんとシンクがあって、タンブラーが置いてあるんですけど、これ一人一本もらえるということで、で、ここは浄水器のお水ということで、
飲んだりすることもできるということですね。でここに IH コンロが2口ついてますね。でその下がこれオーブンレンジだね。で上がおお食器が入ってるんだ。こんな感じでね、マグカップとか電気ケトルとかね、パン焼くやつ入ってんじゃん。これトースターだ。飛び出すタイプのパンが焼けます。調理器具もちゃんと入ってますね。おお、はあはあ、いろいろ入ってますね。トングとかね、うん、鍋とか。ああはいはい、ちゃんとゴミ箱もついてるんだ。あ、ディスポーザーついてる。え、ディスポーザーっぽくない？下あ、ディスポーザーだね。ほんとだ。うちのこう回すともう勝手に起動するんだけど、これはちょっと起動の仕方がわからないので後で調べます。おおおお、いや冷蔵庫大きいねこれこれホテルでなかなかないですよね。めちゃめちゃいいじゃん。氷入ってんじゃん。え、最初から氷入ってんだ。いや、このサイズは素晴らしいね。おー、これは洗濯機と乾燥機ですね。すごいね。洗濯乾燥できるとすごく便利ですよね。海なんか入ったりして結構洗濯物出ると思うので、ここで全部できちゃいます。おお、いいね。バスルームですね。おお、びっくりした。はい、ということでこちらバスルームですが、さすがリッツカールトン、綺麗ですね。でこっちがお風呂ですね。お風呂広いな。お風呂高級感ありますね。はい、でこちらが浴室で、反対側に行くと、はい、こちらはお手洗いですね。はい、ということで、まあ、無事ハワイに到着したわけなんですけれども、入国審査2時間ぐらいかかったんですよ。ちょっと USJ かなっていう感じでしたよね。もう本当に、まあでもやっぱりそれぐらいハワイは人気スポットですね。まあ、まずはだから入国審査でめちゃくちゃ時間かかって、その後今回もねレンタカー借りたので、レンタカーの受け取りも結構時間かかって、何かと時間かかりますよね。空港まで迎えに来てくれるレンタカー屋さんで頼んだんですけど、どこにもいなくて、もう全然分かんなくてどこにいるんでしょうかっていうのをずっとやって、なんとかね見つけまして、で手続きしてレンタカー借りて、でレンタカーでダニエル系井上空港からワイキキまで自分で運転してきたんですけど、でそれでちょこっと買い出し行って、なんか飲み物とか食べ物いろいろ買ってきて、でホテルチェックインしたらもう夕方ですよ。もう1日終わっちゃいましたよ。まあでもそんなもんなのかもしれないですね。なのでいつもうちはちょっと多めにね期間を取ってるんですけど もう1日目は移動で終わっちゃうよね。いや、もっとアクティブな人だったらね、ここからどっか出かけたりとか、するのかもしれないですけど、僕らはもうそこまでハードスケジュールにはしないので、もう特に予定も決めてないですし、ゆったり過ごせたらいいかなと思ってるんですよね。なので特にいつもね予定とかそんなに詰め込まないですし、特に予定も決めないですけど、とは言いつつもまた去年とはちょっと違ったハワイの楽しみ方ができたらいいなとは思ってるので、飛行機の移動疲れ等もありますので、ちょっと今日はゆっくり休んで、明日からまたいろいろ楽しんでいきたいと思います。いや今日もいいね。ハワイは天気がいいで、後ろ姿がかっこいいね。うん、今日の海の色は何色でしょうか。水色と青です。え、下になんか見てください。はい、水色の車がいましたね。水色の車、あーちょっと遠いですけど、あ確かに確かに、あれポルシェかな。ポルシェですよ。あ、ポルシェだね。かっこいいな。よくわかったね。この距離でわかんない。やばくない、あの車のことですね。はい、いや、あれです。あれよくわかったね。あれポルシェだな。僕メインだよ。確かにポルシェっぽい形してるわ。かっこいいね。もう行っちゃいます。いや行っちゃうね。ポルシェは、ポルシェ意外と入れるよね。うん、いや行っちゃったね。ポルシェ
いや、やっと海にたどり着きましたよ。リッツカールトンからは結構遠いですね。うん、だいぶ道間違えてね、時間かかりましたけど、ちゃんと準備をしないとね。ねえ、これでバッチリかな。何歳の時は苦しかったけど、あんまり大きくなったらあんまり苦しく感じなくなった。そうか、これそうか。うん、よし、朝も苦しくね。はい、よしよし、これでいい。オーケー、いや、いいね。いや、楽しい。いや、楽しいね、これ。どう2024ハワイは。2024なの今。ハワイ2024です。去年より楽しい。あ、そうそうそう。めっちゃ方が楽しいんですか。ちょっと成長したんでしょうね。より楽しさが分かるようになって、あの辺行ってみる。ちょっと探検で、探検、どこ行そう。ちょっと探検に行きましょう。おー、この辺の岩場に探検です。あ、地面岩なんだね、これね。ゆっくり落ちる。そんな痛くないでしょ。なぜかね、ここは岩場ですね。海の塩も美味しい。海の塩が美味しい。それは大発見、大発見です。足を少しこうバタバタして、そうそうそう、なんかちょっと犬かき風ですけどね。どうも犬かき風になってしまいますが、まあまあいいとしましょうか。私犬年ですから。あ、犬年でしたね、確かに。なので犬のやり方になったんです。なるほどね。FPS 視点です、これが。 FPS っていうのは、一人称視点のことですね。はい、さあ歩いていきましょう。よし、カニだ。カニ、カニですかね、これは。そうそうそう、 FPS といえばこうですよ。実写 FPS、 これはリアルですよ。もう最近のゲームはリアルな映像ですけど、それを超えてますね、これは。最高画質、もうマイクロフトみたいになってる。最高画質。ハワイとスタバ、彼は犬かき名人。できました、チビキンサンドです。あんま砂埋めやってる人いないよ。あんまり正解全くいないですね。我々だけですね。今日うちね、料理屋さんなんですけど。あ、料理屋さんなんですか。ですけど、だいぶ料理屋っぽい、あの調味料を振るような形のね、やり方ですね。はいはいはい、これが料理屋さんの砂埋めというか、調味料なんですか。一回寝かせましょう。これで一晩寝かせる形で、曲がかかってきたら取り出しました。ハワイ。ケロク。君はケロクが好きだね。海外で有名なケロク。海外で有名なケロク。日本でも有名ですけどね。じゃあ、あのね、パパ、ケロクの CM とか撮ってみる。ああ、じゃあケロク CM 撮ります。うん、じゃあケロク CM です。はい。ケロク、ケロク、ケロク。最高の CM が撮れましたよ。これはね、まあ、ハワイのスーパーとかで売ってるやつなんです。スーパーで買えるよっていうのじゃあやっときましょうか。スーパーで買えるよ。 OK カット。 OK CM OK です。ゼロクゼロクゲー。8種類のビタミン、栄養バランス満点、 97% の小児科医が推奨、ケロッグコーンフロスティ。スーパーで買えるよ。はい、ということで夜になりまして、ドンキホーテ行ってきました。いや、ドン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 キホーテですよね、やっぱりね。この音、あれは間違いなくハワイアンヤンキーですね。ハワイにもヤンキーはいるんだね。っていうのはいいとして、
やっぱりねドンキホーテ行っちゃうんですよね。ハワイのドンキはですね、もちろんアメリカのものも売ってるんですけども、日本のものもすごく充実してるんですよ。だからドンキホーテ行っとけばとりあえず困らないですね。うちはいつも買い出しにドンキ行くんですけど、まあちょっとした食べ物とかおやつとか飲み物とか買いに行くんですよ。忘れ物しても大体ドンキで揃います。はい、全部揃います。もちろん現地のものもたくさんありますし、日本のものもたくさん売ってるので非常に便利です。日本のものが売ってるので子供のおやつとか食べ慣れたものが買えるので、そういうところはすごくいいですね。で今日買ってきたのがこちら、スターバックスコーヒー、まあ、ちなみにこれともう一個がなんとスターバックスコーヒー、はい、ということでね、いやースターバックスコーヒー買ってきました。はい、こちらがブラックですね、アイスコーヒーミディアムローストで、こちらがキャラメルマキアート。このタイプのボトルは初めて見ましたね。いつも瓶のやつは買うんですけど、このタイプは初めてということで、ちょっと飲んでみたいと思います。おー、はい、こんな感じでパックされてますね。スタバは美味しいでしょ。スタバは全然手が滑っちゃって開かないんだよね。よし、 OK。 ちょっとこの後マキアートも飲むんでね、テイスティングということでこのぐらいの用意しておきます。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。それでは乾杯。おー、ロースト感がすごいね。焙煎してるねこれは。でもそんなに苦くなくて飲みやすい。これもね種類があったんですよ。これはミディアムローストなんで、まあ、ちょっと軽めというか、まあ、中間ぐらいの濃さですね。多分ダークローストとかもあったんですけど、それは多分ちょっと苦めなんでミディアムローストにしました。めちゃめちゃ飲みやすいね。さすがスターバックス。いやいいねこれ、美味しいじゃん。軽めで飲みやすいね。でも風味はしっかりしてる。ていうかこの大きさがいいよね。これ日本でも売ってくださいよ。これこういうの売ってほしいよね。そしたら買うのにね。いや日本だともうこんな小さいでしょ、売っててもこんな小さいドリンクで全部もう大きさが違うもんね。アメリカはねやっぱサイズがやっぱ大きいですよね。もうこれ普通だから、これぐらいじゃないと。やっぱり日本だとね、まあ日本人らしくこうコンパクトなね、もう こんなに小さくないですけど、まあ大体ねもっと小さいですよね。これ何ミリ入ってんだろうね。360ミリリットル、そんなわけないよね。これで360ml わけないよね。あ、間違えました。 1.42L でした。まあ約 1.5 リットル弱ですね。 1.5 リットル弱。まあまあまあそうか、まあ日本にもそのぐらいのペットボトルのコーヒーはあるけど、でもスタバのこのサイズはないでしょ。これはないでしょ。これ売ってくださいよ。できればお願いします。夜はねこれ今ベランダ出てるんですけど全然涼しいですね。最近日本の方が暑くなっちゃってますよね。夜なんかもう寝苦しくてしょうがないですけど、ハワイだったら全然ここベランダで寝れるんじゃないってぐらいの、そのぐらいの気温ですね。まあちょくちょくヤンキーがいるっていうぐらいですかね。はい、やっぱり夜になるとねハワイアンヤンキーが出てくるんで、まあ、ちょっと時々うるさいですけど基本的には過ごしやすいです。ああ、ありがとう。なんか届きましたけどポンちゃんからちょっとお届け物ということで、コーヒーとどうぞって言われました。はい、これ届きました。これさっきドンキで買ったんだろうね。やっぱりそうだな、コーヒーのお供といえばトゥイクスチョコレート。続きましてこちらはハーシー。はい、チョコクッキーですよね。チョコチップクッキー。うわーこれコーヒーに合うなこれ。はい、こういう感じで、もう袋開けるともう全部一気に食べなきゃいけないスタイルね。はい全部一気に食べないともうしけちゃいますから。はい、っていうところはちょっと不便だよね日本ってすごいよね。そういうのはね、日本だとこういうのはもうちょっと小分けになってるじゃない。あ、全然下のアングルだったわ。すごい下のアングルだって喋ってた。こういうのはやっぱ日本の方が気遣いがすごいよね。もうちょっと小分けになってるじゃないですか。せめてこの1列ぐらいでパックされてるでしょ、ちゃんと。もうこれ開けたらもう最後ですよ。開けたら全部食べてくださいっていうね。はい、いただきます。箸おいしい、箸おいしい、
めちゃくちゃしっとりしてますね。これパサついてないから美味しいんだね。うん、すいません、あとで全部食べます。はい、全部食べます。さあ続きまして、キャラメルマキアート飲んでみましょう。キャラメルマキアートです。うん、美味しいね、美味しいね。マキアート思ったより甘くない。あ、これはいいね。さすがスターバックスやってくるね。やっちゃってるね、これ。あの、もっと激甘なんだろうなと思って飲んだらちょうどいい。人によってちょうどいいは違うと思いますけど、僕にはちょうどいいですね。大人になってから飲むとね、大体こういうのは甘すぎるパターンが多いんですけど、これはちょうどいいですね。これいいですよ皆さん、キャラメルマキアートおすすめです。あの、やっぱりハワイって気候もいいし景色もいいんで、すごく過ごしやすいんですよ。だから別に何かしなくてもいいんですよね。もうただちょっとビーチ行って、あとその辺も公園とかいっぱいあるんで、その辺をちょっと歩いて散歩して、でちょっとご飯食べたらもういい日ですよそれは。はい、ということでちびきも何か買ったらしいですね。はい、一体何ですかこれ。ちょっと待ってください、僕に大事な宝なんですよこれね。この中にはね、あ、私じゃあちょっと正面やりますね。かっこ、お、はい、鍵です。鍵、鍵を作ったのね。鍵を作りました。これハワイに来てから作ってますからね皆さん、うん、これバレますよ。いや、バレてもいいだろう。でこれは青の鍵です。で、この赤の鍵、ちびきんとにかく今工作にハマってるんで、もうハワイに来ても工作してるんだよね。いっぱい作ってね。で、あとこれ任天堂スイッチです。任天堂スイッチも作ったの。スイッチも作りました。はい、で、あとスマホですね。これアプローチですね。あー、スマホなのかアプローチなの。で、あとは以上です。ダンボールどっから持ってきたの。え、うちから。お家から持ってきたの。あのね、ママが持ってきました。はい、これです。ちょ、おー、これ、ちょっと待って待って、これすごいいいじゃん。うわー、これすごい可愛いね。可愛いやつなんですけど、ね、ここにパトリックいました。パトリック、はい、スポンジボブですね、これはもう。これの鍵はこれなんです。それの鍵を作ったの。なるほど、そういうこと。はい、開きました、うん、ちゃんとロックが されているんですよ。うーん、そうですか。以上、おしゃれな箱でした。あの、ここはね、超定番ですけど、アラモアナセンターです。はい、あの、めちゃくちゃたくさんお店入ってます。ここから入ろうか。ハーゲンダッツあるんじゃない。また、あの、去年ハーゲンダッツ。冷水になったんだけど、ジャングルフォンアイランド行ってみようか。行ってみよう。すごいじゃん、冷水。キャラが独特だね。 VIP カードゲットしました。ここのゲーセンはカード式なんですね。で、カードを購入してこのカードで遊ぶことができる。これ100ドルです。スポンジボブ、あった。カーニさんだ。カーニさんがいる。どこどこ。カーニさんがいる。カーニさんがいる。あー、カード落とせばいいのか。じゃあ、やってみる。じゃあこれでいいの。お、できた。できた、できた。何だこれ。できたぞ。押すよ。おー、すいません、すいません。あー、入った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 。タイミングよく。うわー。あうま
うまいうまいうまい、めちゃめちゃうまい。あ、終わった。よくわからないけど、うわこれはすごいね、ヨッシーね。なに、これは取れなそうだね。これなら取れんじゃない。お、いけるぞ。いくよ、どれがいい。金。ちょっと場所が悪いな。これでいこう。金取りなさい。おお、おいけたぞ、いけたぞ。ほら、やったー。結構アームパワーあるかもしれないね。金が取れにくい場所にあるんだよね。あ、これいけんじゃない。金おお、え、結構さアームパワーあるね。え、これさ優しくない、これ取り放題なんだけど。ちょっと思った以上に設定優しいね。ハワイめちゃくちゃ優しいけど。銀ね、銀も取りますよ。じゃあ、おお、基本的に絶対取れるぞ。ちょっと待って、ほれ。こんないっぱい大丈夫。ちょっと待って、やっぱりVIPカードだから設定が優しいのかな。うわ、またピンクになっちゃったけど、何個でも取れるぞ。銀取れ、これ銀いこうよ。あ、取れた取れた。すごいじゃんこれ。ほら来た、やった。ほら来た。おい、ほら、もう何個でも取り放題取り放題。めちゃめちゃ取れたんだけど。すごいアヒルの数なんだけど。このゴールドとかシルバーがいいよね。子供が好きそうな色してるよ。あ、黒もいい。黒もあったのか。よ、よし、じゃあドライブに行こう。免許持ってないんですか。免許持ってます。じゃあ僕運転します。おおおおお、すごい揺れるんだけどこれ。いけーいけー。あ、なんかブーストボタンがあるの、これか。ブーストボタン、ブースト、もう大丈夫だね。ブースト、いいよ。さあ、左に避けて。わー、大クラッシュ。おー、それ取って、そう、ブースト、ブースト。よく道を見て、そう、いいね、いいですね。オッケー、いいよ、左の方、左カーブだね、左カーブ、オッケー、いいよ、うまい、現在2位です。チビキン選手、ハワイで現在2位です。現在3位です。3位でゴールできるか。銀メダル、いや銅メダルを取れるのか。道をよく見て。あー、くそ、はい、ハワイは早いです。みんなハワイ、みんな早いです。うわー、4位、あー4位でした。まあでもいい、まあいいですよ。ハワイ初ドライブ4位です。続きまして、カーズなのかどうかちょっとわからない感じの。ちょっと本物かどうかわかりませんが、さあ、いけるのか。いや、めっちゃ揺れる。いいよ、さっきのよりだいぶソフトだ。ああ、いいじゃない。さあ、カーズなのかちょっとわからない。あれ、もう終わった。終わった。もう終わったんかい。カエルが出たら叩いてください。はい、さっきか。危ないよ。いいよ。ちょっと大振りになってしまっている。はい、はい、何か強い。はい、1、2、3。はい、こいつが強いんだ。なんか入っていかない。さあ頑張れ。いいですよ、スコア18点。はい、この人がなぜか入っていかないんだ。さあ頑張れ。スコア現在23.4点。やりました、スコア30点です。待って、85点の人いるな。これバスケだね、バスケ。歯が青い方にあって僕が青い方にある。よし、バスケ、よーい、スタート。よし、これ、あれ、よく狙って。あれ、よく狙え。全然入れない。入れよう。開いた。入れよう。いいですよ。もう入らない。いいよ、入ってるよ。入ってる。入ってますよ。さあ。ダメ。よし、頑張ろう。
私がハイスコアを出すために全力で。お、いいじゃん。39点。いきます。オッケー。あ、これはちょっと難しい。あ、来た。来たんじゃない。うわあ。さあ頑張ってくれ。頑張って。ああ。これよ、取れました。タピオカくんかな、タピオカくんかなんか知らないけど2個取れたよ。2個取りだね。やったね。うわー、40です。これは大人の力で。うわーって。うわー。10点。どういうことか。これボールがこの穴のところで押す。いくよ、せーの。こういうこと。お、どうなったらいいのこれ。終わった。でかいな。でかいなこれ。あの大きい、あのさ取れるとしたらこの辺かな。はい、これはちょっと無理かもしれない、さすがに。めちゃめちゃ美味しい。うん、うん、美味しい。脂が乗ってすごい美味しいね。場所が悪いんですが、すごい花火です。はい、ということで今日はですね、ついにハワイのゲーセンに行ってきたということで。うわー、どうだった。楽しかった。楽しかったね。またちょっとね、日本のシステムとは違って、うん、カードを買ってそれにチャージしてタッチすることでゲームを遊ぶことができるっていうシステムでしたね。でもね、こういうやり方もあったよね。シャキッとあるね、通してやるやつ。シャキッとね、こうシャキッと通すかピッとやるか、どっちかですね。あの日本だとね、まあ普通にお金を入れるかコインだったり、まあ、もしくは最近だとね、結構進んでるところはあの電子マネーが使えたりすると思いますけど、まあ、やっぱハワイに来ると全然違うんですよね。で、改めてちょっと今日ゲーセンで撮ったものと、まあ、ちょこっと買い物もしたんで、そちらもお見せできたらと思います。はい、じゃあまずゲーセンで撮ったものからいきましょうか。あ、これはキティちゃんですね。キティちゃんですね。これあのね、ママが大好きなやつなんです、うん、キティちゃんがいろいろあるね、これね。これね、これね、ポーチになってる。これはポーチか。ポーチ。あー、なるほどね、ポーチになってるのね。こういう感じで、うん、なんか入ってるわけじゃないんだ。はい、次は。はい、次。あ、これ金のあのね、アヒルですね。あ、金のアヒルね。あ、じゃあアヒルだけちょっと並べてみましょう、改めてね。めっちゃ取れたな。ちょこっとしかやってないのにすごい数取れた。あとはこれだね。これはこれ何なんだろうね。わからない。ストラップで付けられるぬいぐるみってことかな。はい、これはレインボーのケーキですね。はい、目も光ってますよ。目も光っています。ちょ、じゃあちょっと編集で目光らしておきますね。はいはい、せーの、じゃーん。これはね、あのフェラーリっぽく見えるかもしれないんですけど、これコルベットですね。コルベットってなんだ。はい、アメリカの車だね。東京でもね、ちょくちょく見かけますけどね、コルベット。コルベットの音か。これはコルベットの音かもしれないけど、まあ、違うかも。ハワイアンヤンキーですね。ハワイアンヤンキーなのか、もしくはハワイアンキーなのか。多分ハワイアンヤンキーじゃない。まあ、それは皆さんの
お好みで。なんかゲーセンにさ、うん、なんか渦巻きナルトのやつがあったんだよ。あった？うん、あった。よく気づいたね。渦巻きナルトがいたそうです。っていうか、あの渦巻きナルトもそうだけど、今ね、あのポケモンがすごいね、ハワイ。あのね、いろんなところでポケモンのイベントやってたり、ポケモングッズがすごい陳列されてたりして、あのなんならね、ポケモンの服着てイベント参加してるような人がすごい多いですね。もうそのために来てるんだろうね。っていうか、サトシいたもんね、サトシ。サトシって誰？サトシはね、ポケモンの、まあ、主人公ですね。元祖主人公ですね。サトシ？サトシいたんだよ。え？あ、これですね、はい、これなんですか、これ。はい、これはいいよね。これめちゃくちゃ可愛いでしょ。これは確かにね、ちょっと買っちゃうね、これはね。普通のぬいぐるみじゃなくて、編み物なんですよね。毛糸でできてんだよね。これは可愛らしいよ。これバットマンですね、うん、はい、ちゃんとロゴが入ってますね。これだけじゃなくてマントもある。あ、マントも、あ、マントもあるんだ、すごっ。ほんとだ。はい、スポンジボブに出てくるサンディなんですけど、これ何なのかっていうと、クロックスよく履かれる方はご存知かもしれないんですけど、クロックスにこう簡単につけられる、まあ、バッジというかチャームみたいなもので、ジビッツっていうらしいですね。で、これをクロックス の穴があるじゃないですか。そこにこう簡単につけられるんですよ。で、自分好みのデザインにできるっていうもんですね。それのスポンジボブのサンディです、これは。っていうのもちょっと説明がね、前後するんですが、これ去年ハワイで買ったクロックスなんですよ。ちびきんのものです。これすっごいキラキラしててね、可愛いクロックスなんですよね。これもいっぱいこのチャームがついてるんですね。去年はね、ちょっとソニックすごいハマってたんです。すごいソニックいっぱいついてるけどね。すごいちびきんが気に入っていつも履いてたんで、今年も一足ハワイで追加いたしました。これもね、めちゃくちゃキラキラしてるんですよ、ほら。ちょっとね、あの今だと大きいんですけど、まあ、すぐ成長するんで大きめのものを買いました。で、チャームも今回追加しまして、これですね。じゃあお願いします。はいはい、せーの、ドーン。はい、来ました。じゃあこれもう一気にザラッと出しちゃおうか。ここに、ここら辺に、じゃあ、はいはい、そうですね。まあいろいろね、こういうのが本当にたくさん売ってるんですよ。はい、こんな感じでスパイダーマンとか、今ちびきんがハマっている、まあ、スポンジボブとか、スパイダーマンとか、ホットホーイル、ホットウィールですね。はい、いや、てりっていうか、今そういうところじゃないんだ素晴らしいね、君ツッコミができるようになった。ツッコミができるようになった。ついにノリツッコミができるようになりました、ね、いや今そういうところじゃない歌に乗ってるところじゃないんだよ確かに、そういうところ、その時間じゃないんだよ。その時間じゃないんだけど、日本だとあんまりやんないと思うんですけど、車の窓全開でめちゃくちゃ爆音で音鳴らしていくんだよね。それがもうアメリカなんだろうね、やっぱりね。アメリカっぽい感じするよね。日本だとやんないもんね、うるさいわって言われるもんね日本と海外のルールがちゃんと決まってあるんですか。結構まともなこと言いますね。もうまともなんですね。日本と海外のルールがちょっと違うんですね。で、しかも海外と日本全部時間が反対なんです。確かに、これセンスが問われるね。はいはい、今こんな感じですけど、まあこんな感じでちょっとつけていきます。できました、イエーイ。はい、ということで完成しました。いや、めちゃくちゃいいじゃん。ということで、簡単にご説明しますと、右足はスパイダーマンで、左足がスポンジボブでまとめてみました。かなり可愛らしくなりますよね。スパイダーマンとかスポンジボブ以外にもね、全然たくさんいろんな種類のキャラクターがありましたし、それこそポケモンとかもね、いろんなものが置いてますので。 EV が大好き、 EV が大好きはい、こんな感じでね、つけてあげると世界に一つだけのクロックスが完成します。決まりました、親愛なる隣人スパイダーマンです。コケコッコーがいっぱいいますね、ハワイは。コケコッコー、ハワイはこれ、その辺にね、コケコッコーがたくさんいるんですよ。ほら、ご覧ください。コケコッコー、かわいい。コケコッコーがその辺にたくさんいます。はい、ということでやってまいりました、ホノルルズーです。ホノルル動物園ですね。行きましょう。うん、フラミンゴ。どこ？おー、フラミンゴがいましたね。ねえ、フラミンゴどこ？あ、これか。これ？見えた？ブラックスワンっていうのね。スワンだね。フラミンゴ。
フラミンゴはまた別なんだよ多分ね。お、これクジャクみたいな。何これ、何これ、すごいね。何これ、彼はすごいね、頭の毛が。いや頭の毛コテコッコみたいな感じになってる。彼はビクトリアクラウンドピジョン、ハトなの。ピジョンだからね。すごいハトだな。あれなんかすっごいゆっくりな人いる。大丈夫で、なんか狙ってんだ。おお、あれはダイヤモンドヘッドですね。ダイヤモンドヘッド、すごいね。ここからサボテンマンが出てきそうだな。ちょっと待って、あれさ、カメだね。めちゃくちゃでかいんだけど。カメ、カメ見てごらん。こっち向いたよ、カメさん向いたぞ。こっち、こっち来たぞ。こんにちは。こんにちは、アロハ、アロハ、アロハ。完全にカメラ目線です。いや、水やりはスプリンクラーなんだね、すごいですね。公園内に遊具があるんですね。あそこ行きたい。子供たちでにぎわっております。はい、現在ハワイの子供たちに混じってちびきんもアスレチックで遊んでおります。結局子供はアスレチック、動物よりもアスレチック。滑り台です。ちょっと見てていいよ、ここ。いいよ、ここがこう。結局子供はこういう方が楽しいんだよね。おい、できるじゃん。助けて。ちょっと待って、救助します。いや、今落ちる寸前のところだった。正規救助隊救助します。楽しんでおります。はい、ハワイで体を鍛えています。あ、いいですね。なんかもう空の色が違うよね。空の色が全然違うんだよな。あれはタイガーだ。タイガー発見。素晴らしい自然ですね。ただ歩いてるだけで、あ、いや、なんとか来た。後ろから声が来る。すごい走ってきた。アスレチック OK? OK! これ動物園の中なんですけど、まあ、日本の動物園とはまたちょっと違いますよね。この自然な感じはなかなかないよね。なんか空の色が違うんだよね、もう。で、今あのちびきんが虫探しをしたいということなんですけど、まあ、日本ではね、いつも公園行くと虫探しやってるんですけど、虫って全然ハワイいないんだよね。カメムシくらいしかいない。カメムシいた。いや、多分それぐらいしかいないんじゃないって、あーって感じがするところね。まあ多分カメムシもいないと思うけど、全然虫いないんですよ。あの蚊とかいないしね。日本なんてほら夏は大変じゃないですか。蚊だらけで、もう蚊だらけでずっとこうやってやってなきゃいけないんだけど、全然蚊とかいないからさ、ハワイは虫が少ないんだよね。そういうところも含め過ごしやすいよね。で、まあ日差しが強いんで、あの日向に行くと結構ね暑いんですけど、ここで日陰来ると全然暑くないんだよね。すごい涼しい、ね、あのそんなもわっとしてないからカラッとしてるんですよね。アリがいたな。博士、アリがいたんですね。ホノルルのアリですね。多分なんかうちのあのね、日本のね、うん、アリよりめっちゃちっちゃいんだけど。なんかちっちゃいな。なんかちっちゃいんだ。ホノルルのアリは小さいのだろうか。ゾウがいました。でかいな。モンキー、白い毛なんだね、すごいね。なんだこれは。シマング、シマングギボン、シマングギボン。ホノルルズ、乾杯。おー、うん、ポテト美味しいね。すごいね、これサクサクじゃん。めっちゃうまいよ。バーガーも大きいね。カーニバーガーだ。
カーニバーガーだな、これは。カーニバーガー、スポンジボブのカーニバーガーです。すごいウケてる人がいるよ。すごいね、これ。めちゃくちゃ美味しいよ。肉がすごい美味しい。これ、ちょっと待って待って、お前。こいつがさ、やばい。あ、見て見て、皆さんご覧ください。こいつがずっと来るのよ、この人。ハンター、ハンター来るの、ここ。すぐ近くにいるから、ほら。いや、こっちも狙ってる、こっちも。でもいいよね、動物園の中でこんな美味しいハンバーガーが食べられるんですよ。カフェでクジャクが見れる動物園、それがホノルルズーです。はい、ただし食べ物は持ってかれるので気をつけてください。はい、皆さんもご注意してね。皆さんもご注意ください。どうですか？現在木の調査中だそうです。さあ、今日もビーチに来ております。いやー、気持ちいいね、やっぱりね。目の前にはダイヤモンドヘッドがあります、この間とはちょっと場所変えたんですけど、いいね、やっぱりね。やっぱチビキンはね、とにかく海に来たがりますね。波乗りチビキンです。我々プロ浮き輪です。お任せください。我々はダイヤモンドヘッド方向に進んでいきます。はい、ダイヤモンドヘッド。ヘリ来るか。あ、いいですよ。ダイヤモンドウッド完成。あじゃあ、お水汲んできてください。やった。はい、行きましょう。チビキン大先生、はい、現在仕上げ作業に取り掛かっております。ダイヤモンドヘッド大作戦仕上げ作業です。さあ、最終仕上げ、ダイヤモンドヘッドはできるんでしょうか。 OK。 完成。ダイヤモンドヘッド完成。ここに道もちゃんと作った。ここでじゃあ、ちょっとダイヤモンドヘッドで記念撮影しましょう。もうダイヤモンドヘッドの上を走るフェラーリ SF90 ストラダーレ、なんとこの車1000馬力を発生します。ハワイを走るフェラーリ SF90 ストラダーレ、なかなか砂浜をフェラーリは走りませんが、これはこれでいけてるな。三つ輪マーケットプレイス、ああ、ちょっとここで食べたりできるんだな。ラーメンとかもここで食べたりできるんだ。ガチャだけど、ガチャポン。結局ですね、札幌味噌ラーメンにします。と餃子ね、いいですね。疲れ果てたのでね。はい、疲れ果てたんでこれを作って食べます。おー、メンマ、メローナ美味しそうだね。確かに日本のスーパーって感じだね。
日本のばっかり買ってるんだよ。見てくださいよ、これもギアツビー日本です、ただの日本のスーパーです。スーパーカーを見つけました。これ乗ってみよう。いやすごいな、これタイヤかっこいいな。すごいね、これマシンだな。これはすごい、これかっこいいな。おい、これはスーパーカーだね。これは何なんだ、これこれレンタカーなのかな。レントミーって書いてあるよね。すごいねアロハ。さあ今夜もやってまいりました、せいちゃんずハワイアンラジオのお時間です。この番組ではせいちゃんおすすめのさまざまなハワイグッズをご紹介しています。それでは今夜も Here we go。 はい、ということでなぜかですね、この夜のハワイのホテルのベランダからお届けする映像なんですけれども、あ、今日はこちらパイナップルとマンゴー。ハワイといえばドール、ドールといえばパイナップルということでね、あのパイナップル売ってたんで買ってきました。あとマンゴーね、はい、ちゃんと書いてありますね、ドール。でこのマンゴーは、これはドールではないかもしれません。こんなものも買ってきました。はい、これまあパイナップルカッターですよね。あの昔セイキン TV で多分やってると思うんですけど、もう使い方忘れましたね。はい、完全に忘れてるわ。いろいろなんか説明書いてあるんで、これ見ながらやります。これどうやってやるんだっけな。それでは早速やっていこう。ということで、まずパイナップルをこれ上を切ればいいのかな。硬いな。でもねほら、なんでこういうことができるかっていうと、これコンドミニアムタイプなんで、これ包丁とかついてるんですよ。ちゃんと料理ができるようになって。おおお、いいよいいよ。まあパイナップルだからちょっと硬いね。うわー、ちょっと、うわー、美味しそうじゃないこれ。ちょっと待ってよ、めちゃくちゃいい香りしてんだけど。うわー、最高の匂いしてるぞ。ちょっと、おいおいおい、パイナップルのポケモンといえばナッシーだよね。めちゃくちゃいい色してるじゃん。まあこれやり方も簡単で、刺してくる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 こう回すだけです。で引き抜けば取れますよってことだよね。いけるとかで多分超昔にやってんだけどね。こうやって合ってるよね、合ってるね。ふっ、ちょっと硬いか。おお、いけるか、いけるか、いけるかもしれない。うわー、これいいかも、いけてるかもしれないよ。これ何、一気に下までいっていいんだっけ。全然わかんないんだよ、説明書が。もう全部英語だろさ、もうあんまり読んでないんだよ。まあパイナップルだから地味に硬いんだよね。なんてこった、まさか夜にこんなきついとは。きついなこれ。いや、いいよね。でもこうやって苦労してね、苦労してこれを切って食べるのはきっと美味しいよ。果汁がすごい出てくるね。3、2、1、パイナップル。おお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 お、できてるできてる。気になってチビキンも来ました、そちらにいます。どう、これ見て、パイナップル、ほら、リアクションいいね。この中からスポンジボブ出てきそうなんで。おお、ちょっと柔らかいんだね。すごい熟してるんだ多分。うん、ほとんどもうみかんぐらい柔らかいですね。はい、ということでドール、パイナップル大成功。あのこれ1枚ずつ切れてるんですよ、ほら1枚ずつ切れてるんだけど、あのね、相当熟しててポロポロ取れてきそうなんで、このままもうフォークでいただきたいと思います。うわー、もう柔らかすぎて和の形で食べられないわ。これをちょっと折り込んで、はい、こんな形でいただきたいと思います。それではドールパイナップルいただきます。うーん、いや甘みが強いですね、これは。甘い、そして果汁がすごい、めちゃくちゃうまいじゃん。Very good。 これね、いきますよいきますよいきますよ。うーん、え、これすごくないこれ。
ちょっと待って、これすごくない？こんな出てくんの果汁。これは贅沢だな。 100% パイナップルジュース。いただきます。おお、最高だね。これが本物の味だよね。甘い。これがハワイのドールのパイナップルジュース。さあ続きまして、マンゴーといってもね、切るの初めてなんでね。3等分すればいいんだよね。包丁が切れないな。切れない切れない。おお、すごいね。で、真ん中に種が入ってるんでしょ。基本は多分ね、こう3等分するんだと思うんだけど、包丁が切れなすぎて真ん中に種が入ってるね。半分でもよかったのかもしれないけどね。なんか動画とかで見ると3等分してくださいみたいなのが多いですよね。こういう感じで切れ目を入れて、ちょっと小さめになっちゃったんで、まあまあこれでいいか。よし、これでこういう感じだね。そうそうそう、こう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 です、こうです。できました、マンゴーです。それではいただきます。うん、いや甘いね。とにかく甘さが違いますね。やっぱりめちゃくちゃ甘いんだけど、おいしい。すごく甘くて、でも程よい酸味もちゃんとあって、めちゃくちゃ美味しいですね。はい、ということで本日のセイちゃんズハワイアンラジオは以上です。今日はちょっと涼しいんじゃない？まあそうだね。まあこれサングラスつけておこう。パパ、今日さ、かっこいいよ。日差しが眩しいよね。今日は風が強いね。だけどその分涼しくていいです。そんな暑くない。うわっびっくり。あ、ハルさんだ。ハルさん、ちょっとトラブルよ。マイクちょっと待ってね。マイクの調整マイクの調整中は取っちゃいけないんだ。そう、なるほど。あのちょっとあのね、トナでいただいて。あ、ちょっとプロの意識がありますね。ちょっとマイクとかそういう機材のところはね、見せないということでやってますんでね。はい、これでいいですね。今日風強いんでちょっとセッティングで大変です。いや雰囲気がいいね。最高ですね。もうここなんかもう全部椅子ですからね。全部椅子。長いな、長い椅子ですね。ここはね、あのクヒオ通りっていう通りなんですよ。ビーチから一本内側に入った通りですね。あ、白いハトさん見て、休んでる。ハトさんめっちゃいっぱいいるな。足を中に出て休んでる。ちょうどあの棒の日陰のとこに来るハトっていうね。休んでる。暑いもんな。これ欲しい。欲しい。これ欲しい出ましたけど。ん？何？これ。これ欲しい。アンハロ。たまに。これね、あのちびきん全部欲しいって言わないんですよ。本当に欲しい時に言います。マグネットのプレートか。ちっちゃいマグネットの。あ、よく売ってんのはこのぐらいのサイズなんだよ。そしたら大先生はやっぱこのサイズで、このサイズで購入されました。ちびきん大先生、ダサニータイムです。どうぞ。はい。はい。もういいか。おいしい。ここはずっと続いてるんだね。長いんだね、思ったより。もしもここにおもちゃがあるかもしれない。おもちゃちょっと売ってるやん。あ、スパイダーマン。スパイダーマンいた。本当だ。今し。本当だ。丸亀製麺、丸亀うどんです。あのタコは、あのタコ、ちょっと待って。これね、去年ちびきんもっと小さいやつ買って、すっごい気に入ってるんですよ。毎晩持ったまま寝てるんです。ただちょっとこれ大きすぎる。でかい。これよ、しかもなんか色が若干悪いんですけど、タコにしては若干悪い色してるんですけどね。僕がいましたね。皆さん
ハワイにもね、僕のグッズが売ってますんでね、よかったら買ってみてくださいね。青だろうが。はい、こちらは僕らが結婚式をしたモアナサーフライダーというホテルです。やっぱりモアナサーフライダーはいいね。はい、ここね、モアナサーフライダー前のビーチなんですけど、ビーチが狭くなってるね。去年もっと奥まで行けてた気がするけど、ここで登ってすぐもうここしかビーチがないんで、だいぶ狭くなってるね。波結構あるよね。ほらほらほら、結構波来るよね。いやー、サーフィンにはいいだろうね、今日は。朝です。おはようございます。ハワイの朝はどんな感じなのかっていうのを皆さんにお見せすべく、朝からカメラを回しております。これ朝の公園なんですけど、朝からいいね、ハワイは。朝からスプリンクラーがすごいね。動物園もそうだったけど、基本的に水やりはもうスプリンクラーです。はい、手動ではやりませんっていうことでね。まだ朝一なんですけど、もう日が出てくるとすでに暑いね。ただね、こういうちょっと日陰の方に来るとだいぶ違うんだよね。日陰に来ると全く暑くないんだよな。やっぱり日差しが強いんですね。基本的に毎日晴れますからね。今日天気悪いなーっていう時ないんだよね。基本的に朝起きてカーテン開けると晴れです。いやー、ちょっとこうやって朝から散歩するのも気持ちいいね。ここら辺一帯はもうね、全部公園なんですよ。で、せっかくなんでこのまま朝のビーチまで、行ってみたいと思います。そしてね、鳥がたくさんいるんだよね。まあ、これは白い鳩だね。ちょっと大きい鳥もいるんですよ、あの白い鳥ね。はい、こんな感じで至る所に野生の鳥がいます。あれは鶏だね、鶏の親子だ、これは。おお、鶏の親子です。もしかしたらハワイは朝がいいかもしれないねってことに気づきました。今回僕らが泊まってるリッツカールトンのホテルからだと10分ぐらい歩くとビーチに来れます。いつも泊まってるモアナサーフライダーだともう一瞬でというか、出た瞬間にビーチなんですけど、今回のところはちょっと遠いんですよね。ただビーチの方に近づけば近づくほど人も多くなるので、リッツカールトンはねちょっと一歩街中に入ってるので、そういう意味ではちょっと落ち着いた雰囲気というか、少し人も減るんですよね。はい、あっという間にビーチに到着です。いや、朝からこれか、最高ですよね。どこを撮っても絵になります。やばい、朝一から天気が良すぎるよ。最高の天気だよ。さあ、やってまいりました。360度セイちゃん in ハワイということでね、360度カメラで撮っております。これがハワイの朝のビーチです。こういう撮り方もありかな。360度セイちゃん。朝の海の冷たさを検査しましょう。おお、朝の海はちょっと冷たいね、やっぱりね。めちゃめちゃ海が透き通ってますよ。ああいう船よく見かけるんですけど、あれはツアーか何かなのかな。いやー、朝のビーチはいいね。人もだいぶ少なくてね、すごく過ごしやすいですね。これ日中だとここ埋め尽くされるぐらい人いるんですけど、朝だと全然少ないです。
360度セイちゃん in ハワイの公園。360度ちょっと雨降ってきたセイちゃん、ハワイは急に雨降ってきます。はい、朝と夕方とか結構雨降ったりします。でもまた晴れます。急に雨降ってきたよ。完全にお天気雨ですね。天気がいいのに雨が降ってます。ホテル帰ります。あの実はねレンタカー借りてまして、ちょっと今回紹介し忘れてたんですけど、今回の車これです。あの予約の段階ではトヨタの車をレンタルするっていうことで申し込んだんですけど、フォードになってました。はい。ひどいもんで、はい。なんでフォードになってんだよっていうね。普通にこれ渡されたからね。フォードのエクスプローラーなんだよ。海外あるあるだよね。大体同じ大きさならいいでしょっていう感じなんだろうね。で、今ね、ガソリンスタンド行きます。っていうのも、もうこれね、レンタカー今日返すので、ガソリンスタンド行ってガソリン満タンに入れて、返却に行きたいと思います。まあ、そんな減ってないんだけどね、今 70% ぐらいかなガソリン。はい、あそこガソリンスタンドですね。去年はね GMC ユーコンだったんだけど、今年はフォードエクスプローラー。本当はトヨタなんだけどね、まあいいでしょうということで。これどっち給油口、給油口どっち、ちょっと分かんないから調べよう。一回止めて調べよう。給油口どっち、給油口の場所を調べてください。そっち、フォードの給油口のあれないんだけど、これボンネットだよね。ボンネットはあるんだけどな、こんな分かりにくいことある、特にないのかな、勝手に開くのかな。あ、押したら開くタイプなんだ。あのランボルギーニとかもそうなんだよね。よっしゃガソリン満タン行くぞ。オッケー。分かりにくいんだよ。カードでいけるかな。いや、ビザって書いてある。プリーズインサートカード。使えないっぽいかな。使えない感じか。国際クレジットカードをご利用の場合はレジにてお支払いください。ということで、じゃあレジ行ってこなきゃいけない。はい、4 Thank you. よし、これで OK ね。もうこれ上げればいいのかな。あ、で選ぶのか。レギュラーでこれでいけんの。お、いけてる。いちいちレジに行って支払わないといけないんだね。このポンプナンバー4っていうのをレジのおっちゃんに伝えて、そしたらどんぐらい入れるみたいな感じで言われて、まあ何ドル分みたいな感じでね伝えたらもう入るようになってます。これで終わり。よし。いやレシート短いなおい。オッケー。ガソリンスタンドのおっちゃんが段ボールに絵が描いてあってフルエンプティ今どのぐらいだみたいな、だいたいこのぐらい減ってますみたいなとこ指さしたら、おいって言って、日本人多いからね優しいですね。てか去年ねクレジットカード使えたと思うんだよな。レジでじゃないの。レジで使ったんだっけ。お店入ってったよ。レジで使ったのか現金で払ったのかちょっと覚えてないんだけど、いやそれにしてもね、ガソリンの入れ方一つとっても全然違いますからね。僕もね、大都会東京でね毎日車運転してるのにハワイに来たら全然わからないからね。いちいちレジで言うのはちょっと面倒ではありますよね。去年もハワイで車乗った動画撮りましたけど、相変わらず難しいですね。条件が全部違うからかなり難しいんですよ。左ハンドル、そして車線も全部逆、標識は全部英語、赤だけど右は曲がってもいいみたいなね。そう、みんな赤だけど曲がっていくんだよね。ハワイは赤でも右曲がっていいんですよ。赤の意味とはっていうね赤なんだけどみたいな。赤で止まってたらファーンってやられちゃうからね。おい行けよみたいなね。
だからそういうのを知らないと結構最初は苦労しますよね。ここにはノーライトターンオンレッドって書いてあって、赤では右折禁止、当たり前だろうって話なんだよ。それが普通なんだよでもそうだよね、ハワイは曲がっていいと思ってると全部の場所では曲がっちゃいけないんだね。いや難しいって。これ多分大通りだからだろうね。うん、危ないから。その境目がわからないんだけども、よく見てってことね。標識やっぱ見てないとダメなんだね。いやこれはね日本人には難しいですよ。で去年の動画でもお伝えしたんですけど、これ車線一番右側が一番ゆっくりな車線です。はい、日本と逆なんで、日本だと右側が追い越し車線ですよね。でもアメリカなんで左側が追い越し車線です。慣れてない僕みたいなのがチンタラ走る場合は一番この右の方を走った方がいいってことだよね。このフォードのエクスプローラーも結構サイズ大きいよね。アメリカって感じだよね。まあ去年は GMC ユーコンだからもっとさらに大きかったんだけど、もうフルサイズ SUV だったんで、ちょっとそれ大きすぎたから、あの駐車場とか苦労するんで小さいのにしようと思ってトヨタにしたらフォードになったっていう実際帰るのは明日なんですけど、レンタカーはもう今日返して、で今タクシーでホテルまで戻るつもりです。ハワイのワイキキ付近はね一方通行だらけなんで、間違うと大変なことになります。全部ワンウェイって書いてあるからね。フォードエクスプローラーありがとう。セイキン誕生日会2024 in ハワイ。はい、ということで毎年ハワイでやっておりますセイキン誕生日会です。時期はちょっとずれてるんですけれども、今年も開催ということでありがとうございます。でこれとあのアイスを使ってあのメロンソーダを作りたいと思います。ハッピーバースデーとユー、Happy birthday to you. Happy birthday, dear Seiki. Happy birthday to you. おめでとう。ありがとう。じゃあ行くよ。もうやっちゃうよ。せーの。ありがとう。ここで大きいプレゼントがあります。ん？ちょっとあの目隠し、うん、ちょっと一回目つぶってきて。目つぶってる？ずっとね。はい。プレゼントが来るくない。目つぶってるよ。せーの、いいよ、開けてどうぞ。いいですか？いいよ。はい。どうぞ。うわあ、ありがとう。すごいじゃん。パパだよ、これパパ。すごいじゃん、君書いたの？うん。で、あとブレスレットも作ったし。うわ、すごいじゃんこれ。可愛らしいブレスレット。開けてみて。いやーし。知らなかったね、これは本当に。でしょ？よく内緒に作ったね。だからあのね、しーにしといたから。全く知りませんでした。誕生日会やろうねっていうのは言ってたんですけど、これブレスレット僕の名前入ってるんだよね。こっちのカラフルな方が、ちびきん作ということで、ちょっと大人っぽい方はぽんちゃん作ということで。ありがとう。さあそれでは続きましてメロンクリームソーダ作りやりましょう。今回ね、あのラムネのメロン味使って、メロンクリームソーダ作りたいと思います。このラムネのメロン味をこのグラスに入れて、クリームソーダといえばアイスですよね、アイス3種類今回買ってきました。チーズケーキファクトリー、そして皆さんご存知サーティワンアイスクリームですね、そして最後は M&M です。さあじゃあ作っていきましょう。はい、じゃあラムネ開けます。ちょっと開けれるの？これそうそう、ラムネこれボンってやってね、ちょっとすみません、ちょっと遠いんですけどカメラがね。ボン、はい、行きます。ほらうまい、ほらうまい、溢れないんだな。今この中入っちゃってていいの？ビー玉も入っちゃうんだよ中には。確かにビー玉欲しい。ビー玉欲しい。ビー玉これ取り出せるのかな。これ
またじゃハワイアンヤンキーじゃないよねこれ。いいじゃないかハワイアンヤンキーに祝われてんだよ。3、2、1ラムーネ。よしこれでラスト1本完璧だ。3本ともこぼさなかったよ。それではまずラムネを注ぎます。いい色だね。はい、オッケー。うわ色すごいなこれ。おー海外のアイスはすごい派手だよね。はい、じゃあこれで。おーいいですね。うわめちゃめちゃいいじゃん。はい、オッケー。乾杯。おっしゃ。ああ思ったより爽やかだね。おいしい。おいしい。これは最高の誕生日ですよ。まあ実際には過ぎてるんですけど、まあ毎年恒例なんでね。そして手作りのプレゼント、これが何より嬉しいですね。あのね、市販で売ってるものももちろんいいんですけれども、やっぱ手作りは一番嬉しいですよ。誕生日プレゼント大切にしたいと思います。Yeah!